はい、皆さんこんにちは、ワンダルグルビッチです。では今回は新規連動ベリーハードチャレンジレベル将軍編で続きをプレイしていきたいと思います。前回はアーバーワクーの大攻防戦を制しましたので、今回はキシリアのコモル、月面都市グラナダ、この制圧戦を行っていきましょう。早速グラナダ攻略作戦発動です。グラナダ攻略作戦を開始する。目標は月面基地グラナダだ。諸君らの健闘に期待する。グラナダ方面に主力を送りつつですね、一部の部隊に関してはアーバワク方面に先行させたいと思います。これで効率よくグラナダサイド3と、最後に残る2つの拠点攻略作戦を進めていきたいと思います。ここまで来ると戦力的にはね、だいぶ余裕は出てくる状況にはなりますが、それでもパーフェクトジオングだったりビグザムだったりっていった狂気隊出されると時間ばっかり経ってしまうところありますので、それを防ぐためにもスピーディーに攻略まで進めていきたいというふうに思っています。よってグラナダ方面に主力を送りつつ、一部に部隊に関してはですね、サイド3方面に進出をさせて、後続部隊を素早くアーバーワクーからサイド3に送り込めるように段取りつけていきましょう。報告します。ジオン軍が再びコロニー落としを敢行しました。今からでは阻止することはできません。ギレンめっちまよったか。またあの惨劇を繰り返すつもりか。直撃は第2次ブリティッシュ作戦ですね。着陸付近に落着しました。被害状況はどうなっている？はい、落とされたコロニーが大気圏で崩壊を始めたため最悪の事態は避けられたようです。しかしジャブローの被害は甚大です。報告します。まあ、50% 程度ダメージが出るというイベントですね。さあグラナダ進行作戦の方ですが、大きな抵抗は受けることなく今のところ順調に、進行をできているという状況ですね。なのでこのまま進行を続けます。量産のモビルスーツはジムカスタムが新しく量産できるようになってますので、ジムカスタムの、ね、生産も開発完了しているところで生産を行っていきましょう。ジムカスタムがどれくらい戦力として前線に投入できるかというのは、クエスチョンな部分はありますけどね。念には念をということで、ジムカスタムも量産体制整えていきます。さて、サイドゼリオ方面の陽動ですが、ここにはですね、ジョン公園、と、あと、ライラ隊を送っておきましょう。それ以外はすべて、今いる部隊に関しては、月面方面に向かわせます。ソロモンから増援でやってきている部隊は、このまま、サイド3方面へと進出してもらいましょう。なので、陽動といったものの、それの戦力をですね、この、サイド3方面にいきなり出せるかなというところですね。バーミンガムの数が揃ってきたので、ここで投入します。対艦戦で、かなりの火力を発揮してくれますからね。さっきのアーバーワクーの攻防戦も見ていただいた通り、かなりの戦艦を用意してくるのが、コンピューターなので、そこに対抗する意味ではですね、有効な決定打となってくれる可能性のあるのが、バーミンガムですね。ノイエジールにガトーが再び乗って出撃してきてますね。ちょっときつそうだな。ここはダブルゼータを投入して、ガトーを、撃沈しておきたいところですね。相当強いからな、このガトーのノイエジール。この耐久力持ってますね。これは危険なので早々に
倒しましょう。あと、ま、危険なところで言うと、ギャンクリーガー。これもやっぱ危険人物なんだよな。まあ、ただ、輸送を止めておきたいという思いもあるので、突入しちゃいましょう。一度、ゼータは侵入します。バナージ。ここダメージ落ちちゃってるのか。ダメージ落ちちゃってるとちょっと怖いよな。まあ、パワードジム。いや、ここは思い切ってこっちのケンプファーの方に向かってもらいましょう。まあ、ケンプファーの方が倒しやすい、魚しやすいというのはあると思います。さあ、そしたらこういう時こそバーミンガムですね。バーミンガムの艦砲射撃。これは手にしていきます。まあ、ついにジオン本土からも敵部隊がパーフェクトジオングなんかを引き連れながら出撃してきている様子があるので、こういう時にバーミンガム、時には盾になってもらい、時には砲台になってもらいっていうね、まあ、そういう使い方できそうですよね。で、モビルスーツは、まあ、先ほど来お話ししている通り、ジムカスタムですね。これを生産してあります。さあ、ガトーと、まあ、どれくらい、早く倒せるか。まあ、そこにかかってきそうですね。パーフェクトジョング。これも、撃沈。撃墜。ギャンクリーガーも、撃墜。ケンパーは、バナージが、撃墜。ギャンクリーガー、残っちゃいましたね。さあ、ここだ。ここはダブルゼータの柔道に、セイラさんをプロトガンダムで出撃してもらってます。ジム会はね、言っても、ビーム兵器ではなくて、マシンガン、実弾のマシンガンなんで、ノイエジールに対してね、攻撃自体は入りますね。まあ、ただ、ガトを相手に、キャラなしのジム会が、マシンガン、直撃できるかというのはね、またちょっと違う問題かなとは思いますが、ノイジール。無事に、撃墜完了です。さすがダブルゼータですね。ジュドウもカミユもレベル20まで、キャラクターとしてはレベリング済みです。では、グラナダに、ゼータが短期で突入してますが、まあ、ここは無理せずにですね、後続で入ってくるユニットたちの、まあ、進行ルートだけ確保しておきましょう。圧倒的な、ゼータの力の前に、接近してくる敵はなぎ払います。まあ、このまま行くとゼータが敵ユニットだいぶ削ってくれると思うので、本体が入ってきた時だいぶ楽になりそうですね。しかも拠点上に居座ってるので、回復しながら、戦えるっていうのはさらに大きいですね。まあ、疲労度が少し溜まってるので、まあ、そのあたりは要注意と思っています。はい。ではですね、ワールドマップ上なんですけども、サイド3方面にも、バーミンガムを中心とした部隊を派遣してあります。そして、グラナダ方面なんですけども、まあ、ゼータとダブルゼータ、それに、カミーユやアムロ、バナージにハサウェイなんかで十分制圧可能と思いましたので、先行してですね、グラナダからサイド3までの進行ルート上にユニットを配置していきたいと思います。これでグラナダから速やかにサイド3に部隊を移動できるという段取りです。では、グラナダです。部隊を速やかに出していきましょう。基地中心部まで一気にね、侵入していきます。基地中心部には、ギャンクリーガーとチベが一機いるだけですね。まあ、その他は、まあ、うまい具合にですね、ゼータが敵を引きつけ、そして撃破してというのをしてくれてたおかげで、だいぶ楽ですね。
ダブルゼータ、ゼータありきのベリーハードチャレンジになってますけど、これどうなんでしょうね。歴史改流でゼータ、ダブルゼータなしだと、攻略がかなり困難だったんじゃないかな、難しいんじゃないかなと思うんですけどね。もしご覧いただいている中で、介入なしで攻略したことあるよっていう方いらっしゃったら、ぜひ、ちょっとね、コメントいただきたいですね。さあ、では基地中心部制圧していきます。これで、グラナダの攻略完了です。敵残存戦力を相当してください。ついに全ての宇宙基地の制圧に成功しました。もはや我が軍の進路を阻むものは存在しません。ジオン本土攻略作戦を提案します。はい、グラナダ攻略完了とともにサイド3ジオン本土制圧作戦提案されましたね。では次回はその模様をお届けしていきたいと思います。